自分のね、思ってることって案外喋れないものです。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、ベンジャミン・スポックさんの名言で、自分自身を信じなさい。あなたは自分で思っているよりもたくさんのことを知っているということでですね、ベンジャミン・スポックさんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。ベンジャミン・スポックさんは、アメリカの著名な小児科の医師で、ベトナム戦争に反対し、平和運動家としても活動した。1946年に出版された赤ちゃんから子供の時期に育児について書かれたスポック博士の育児書、日本語訳は1966年は世界的ベストセラーの一つに数えられているということでですね。もうこれまさにそうだと思うんですよね。自分を信じてやっていくしかないということだと思います。あまりにもね、自分を信じてない人もたくさんいますし、まあ、自分で思っているようにね、いろんな知識があるのに、それをオープンとか言いましょうか、まあ、シェアしてくれない人もたくさんいます。クローズのね、状態だと、やっぱりうまく、いくらね、いいもの持ってても、何もこう発展しませんし、まあ、私もね、いろいろ、インプットしたらもうすぐにアウトプットできるようなね、自分でいようということで、たくさん本を読んでですね、まあ何かこう気づきがあれば書いていくということでやってるんですけれども、この YouTube もそうなんですよね、実は。まあ私もなんかこう考えててですね、何かこう発信できないかなとやり始めたのが YouTube です。自分自身を信じてですね、やりたいなと思って、もちろんね、まあ初めの頃ってすごく嫌でしたね。この顔出しとかするのも嫌で、まあ3年ぐらいちょっとかかったんですけどね。ゆっくりとかいろいろ使いながらね、どうしようかなと思いながら、ただね、吹っ切れ始めたらまあ大したことないなと。別になんかまあね、街中で声かけられることもないですし、ね、まだそんな有名人でもないですから。声かけられてくれたらまた面白いんですけれどもね。まあ、ないでしょうね。はい。これぐらいのレベルじゃ全然ないんでですね。やっぱり10万人、100万人ぐらいにならないと声をかけてくれないんだなということが分かりましたし、なんか嫌なことをね、されるのかなと思ったけど、それもないし、まあ、普段ね、こんなことではね、自分の自信にもならないですけれども、こう発言することには自信ができましたね。いろんなところでね、プレゼンすることがすごく嫌でですね、いつも足がガタガタ震えて嫌だったんですけども、少しそれぐらいはまあちょっとマシにはなったかなと思っております。まあそれでもね、緊張することもありますし、人前で人が見られてるとね、すごく緊張することはあるんですけれども、少しはね、マシにはなったかなと思っております。自分の思っていることをね、少しでも発信できてですね、毎日毎日こう、できるような、何か話せるような、それでもね、なかなか頭で思っていることがね、100% こう発せるか、出るかというと発せられないので、それもまたね、自分で勉強して頑張ってやっていくしかないんだなと思っております。自分のね、思っていることって案外喋れないものです。まあ私も前はね、3分で、今ちょっとね、頑張って5分ぐらい喋ろうと思ってやってるんですけれども、それでも5分の間に喋れるかっていうと、喋れないんですよね。これがまた、動画を終えて、編集を終えてからね、ああ、これ喋っておけばよかった、あれ喋っておけばよかった。たくさんのことやっぱ知ってるんだなと思うんですよね。こう喋ればいいよかったなと、フリートークでやってるんですけれども、いつも思います。だからこそね、はい、皆さんもね、自信持ってこうやって、伝えていってもらいたいなと思います。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いいたします。
からも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。